Et y'a tout le monde, c'est Maya. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ghost of Tsushima épisode 30. Sur ce, bon visionnage. Couille. いいお日和です。何でもお手伝いいたしますよ。 酒井様。 酒井様、 ご機嫌よろしゅう。 志村様のご無事を皆で祈っております。この子は島に長居するんだろうな。そうか、対馬は高麗と本土の中間だ。ここを拠点にして海を制して本土を襲うつもりだろう。俺たちはみんな死ぬ。そうだね。無理やり働かされてたのさ。金、材木、布を扱います。 礼を言う。またいつでもいらっしゃってください。酒を飲みすぎて死んだ猛虎兵がいるらしい。信じられないよ。同じような死に方をした人なら知ってるけど、その人は崖際で飲んでたからね。ああ、源内か。そういえばそんな人もいたね。猛虎の酒はずっとつ。
Thank you.
Sakai-sama, à la hache, j'ai pu y arriver. Ah, Sakai-sama, また頼むぞ。 私ならばあなたの弓の力を引き出せます。それは頼もしい。ぜひ見てくれ。もったいないお言葉。では素材をお持ちくださいませ。その後は私が。 天下無双の弓ですよ。申し分のない出来でございます。恐れながら素材が足りないようです、お侍様。 侍、そちらは堺家の太刀では。詳しいようだな。知らぬ者はおりません。それにしても聞きしに勝る美しさ、まさかこの目で見られるとは。竹を切る稽古か。懐かしいな。よろしければ一度お試しください。
その太刀はまさに宝刀にございます。優れた刀鍛冶が仕上げたのでしょう。しかし腕を上げるには稽古あるのみかと。鍛錬を怠るべからずか。稽古台はいくつもございます。ぜひお探しになってください。ではお達者で。本当だよ。あいつらは炎やイカ槌を曲げられるのさ。何かを曲げることくらい、私らでもできるじゃないか。そういうものは。酒井様、あの橋から無事にたどり着きました。酒井。
先生、巴の消息は？つかめたが、今のお主ではかなわんな。巴を鬼とお思いですか？まあ、誤りではあるまい。あやつに恐れはない。誉れを知らぬ、生まれついての人殺しだ。覚えがあります。いや、お主にはわからん。来い、水越え。弓の修練場、猛虎が鍛えておるらしい。おそらく巴もおるはず。巴が恐れ知らずであれば、良い味方になりましょう。恐れ知らずは獣と同じ。獣では弓を得得できません。忘れることだ。味方になりはせん。何故裏切りを？持てる技を全て授けてやったのだが、恩を仇で返したゆえ罰したの。おつらかったでしょう。中山で捕虜が死んでおっただろう。あれは巴が殺めたものだ。初めてではなかろう。何か事情があるのやも。事情などあるものか。ここを登っていけ。先生は登れますか？どうした、もたもたすんな。手を貸しますぞ。まずまずの出来だ。登る以外なかったのでは？いや、登れと言っただけだ。お主の鍛錬にな。やだ、日本式のものもあるな。猛虎は離れた様子です。的の近くに足跡があるかもな。的などどこに？櫓のそばだ。まずまずの出来。矢が落ちたところへ行け。ほら急げ。幾人の猛虎が稽古を積んだ。人の首を的に見立てたのか。先生、猛虎です。
なかなかの腕だ。なかなかの腕だ。存分に休めましたか？立ちさばきを観察していたのだ。猛虎がおるとご承知でしたね。まあな。伝えなかったわけは？あれ式の敵に敗れるようでは巴には歯が立たぬからな。これは戦だとお忘れですか？戦を解かれる筋合いはない。これからも腕試しは続けるぞ。道理で巴に襲われるわけです。はてさて、巴はどこへやら。探しましょう。Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, mettez des likes, activez la cloche de notification. Ciao tout le monde.